これは、ゲストに名前が付くようにしておりますテンション上げていただこう。そのテンションを上げて上げて、そのままステージに持っていくっていう、うん、あれかな、ありがとう。もう横顔持てるとね、前に座って男の二人はもうすぐ落ちるよ、多分男を落とすよ。サービス始めたのマスターもう寝不足なんだよねちょっとムーディーにしたのは間違いない間違った。しかしものすごい眠くなってきちゃった。しかししかし今日は眠気も吹っ飛ぶ、テンション上がっちゃいますよ。プレゼントを私たち持ってこさせていただきました。あれ何ですかでもちょっとそうなんだなお店のこれ雄大です。東京バースの地方が今日はじゃあ俺のジープが全国を駆け抜けるんだいやいやいやその前には違うんですよ。間違えて今が最高って歌いそうになっちゃったよ。俺元気出たよ。あ元気出た。まあ今夜僕らのライブハウスに、遊びに来てくれたこの方ご紹介しましょう。紹介しましょう。本日はこの方です。どうぞ。いらっしゃいませ。こんばんは。今日はなんか雰囲気が違うな。そうっすか。はい、そういやなんかね、はい、こう深夜さんとのこのね、うん、しんちゃんとのこの2人のあれもなんか、うん、やっぱりすごいいいし、ね、いいよね、うん、ガックンとのこの2人のあれもなんか見たかった見たかったんだよ。ちょっとこういうなんかそう、うん、世界観もね。これは、あ、これね、皆さんに差し入れです。なんでまたドーナツ。いいじゃない。いや俺差し入れはねミスタードーナツって決めてるわけですよ。これ実はね、ルナシーのメンバーと初めて会った時にもねミスタードーナツ持ってったんです。あ、そうなんですか。楽屋に持ってきてくれて川村さんが、俺が5人いるのに 4つしかなくて J とぶん殴り合って取ったんです。まあ、そんなことはない。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 ちょ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 、少なすぎねえかな。もう食べないの。ありがとうございます。ガック食べて食べて。ガックにはこのピンク、かわいかった。どう、もう甘いですって言ってるもんね。どうもとランキング小耳にファイル。いろいろな噂が、ほう、この番組には届いておりますんで、はためわくな、なんとも、そうなんです届いてますよ。今日は直接本人に確かめたいと思います。はい、はい、まず5位ドン。
気に入った女の子に出会ったら声をかける前に視線で殺してしまう。これはやっぱり声をかけるよりも、うん、まず視線から。これちょっと違います。違う、うん、違います。よく言うんですけど、なんかこうすれ違う瞬間に相手の気持ちがあ、なんか気にしてくれてるなっていうのが分かるよって話をしてただけなんですね。あー、なるほど。相手が高校男子校で、はいはい、男子校だったんだけど、先輩とかにお前ちょっとお前ナンパしてこいとか言われて3人ぐらいわーって走らされて、もう一番ケツに帰ってきたやつはまあいろいろこう罰があるわけですよ、はいはい、で慌てて行くんだけども、バーってこう目をこう見ながら歩いていって、目が合った瞬間にあ、この子いけるなって思ってバッて行って、で大体そういう時は確率が高いんで、そういう話なんです。あ、じゃ あ、この子は来てくれるだろうなっていう子は、うん、分かるっていうことなんですか。元祖キャッチかね。俺はガックンはその辺は学校はどうなの。あ、僕ね、どうなの、あんまり口説くの好きじゃないから、うん、多分そのまま気に入ったらスーって言ってキスするんじゃない。え、どんな感じになるの。だっていい。5、4、4、3、2、1、バンバン。突然なんだな。いや、っていうかこれは落ちます。じゃあ続いて第4位見てみましょう。付き合っている女の子の数だけ携帯電話を持っているらしい。さあこれはどうなんでしょう。っていうかこの番組はめ落としですか。何を根拠に。こういう噂があるんだ。だから世間に広まっている噂を、違うんだったらもうこの番組で違うよと言えば、違うんです。確かに、例えばこれぐらいの言い方すんねんから30人とか、それこそ40人近くの女性と付き合ってて携帯をいつもこうガッと開いたらこういっぱいあるみたいな、ね、誰専用、うん、で靴下カッてやったらこの辺にさ、ミニフジコみたいにこの辺からこう使ったりとかっていう状況ですよね、うん。まあメモリー500件の時代ですからね、わざわざ持たなくてもね。そうですよ ね、お前着信音とか猪木のテーマだったりするよ。ああそうそう、あの猪木のテーマとか、あの長州とか、今日はさっきあの猪木がかかってきたんで、リーリーリーってかかるわけですよ、うん、そしたらね、かかってだんだんそうなっちゃうねんな。でまあ撮った瞬間に元気ですか元気ですか。長州とかはあの喋りができひんから撮る前にずっとこういうやってからもしもしって言ったら相手には全く分からない。ガッ君は僕は全部声、峰富士子も入ってるしね。どっち。あと次元も入ってるんだ。次元もルパメールが来てるぜ。かっこいい。いいね。いいっすね。はい、続いて第3位。サーファー川村さんは波待ちをしている時にボードの上でグラスを熱唱しているらしい。これはないでしょ、うん、これはないっす。ないっすよ。チュース、どんな感じかな。こういう感じっすよ。違う違う、波待ち、こう普通にこうまたいで、波待ちまたいでの人こうだ。そうそうそう。チャララ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 ラないね。逆に歌うのなんかあります？ないですけど、時々初めて行くポイントとかで、
あの大体起きてローカル の, そのボスみたいな人たちが待ってて、でまあこんにちはとか言って行くんだけど、見てるよ見てるとか言われるの、そうするとなんか向こうでなんか歌ってますね俺の曲とかを、口笛で吹いてる、周りが、周りがなんだ、なるほど、じゃあ続いて第2位です。高熱が出た時あえてジムでトレーニングをして熱を下げるらしい。これは当たっています。ほう、はい、体調崩してもジムに行って休めないことが多いじゃないですか。そうですね、なんで例えば今熱があります、で仕事終わってお家に帰りました、でまず筋トレをして、腕立てとか腹筋とかして、できるだけ暑い格好でするんですよ、夏でもこう厚手のこうトレーナーとか着て、で汗かいたら今度お風呂に入るんだけど、お風呂もねもうやけどはしないけどどんどんお湯を入れて熱くしていきます。でまた汗をかくんですよ。でその間ずっと水を飲んで、でまた出たら体拭いてまた腕立て腹筋とかする。でそれを3回ぐらい繰り返して布団の中入るとまた汗かくんですよ、でそれをずっと繰り返して3時間ぐらいかな。で薬とか飲んで寝ると大体次の日はもうすっきり治ってるって背筋もなさるんですか。背筋もします。背筋ってあれ痛くない方法ないんですかね。男はやっぱりあの部分がねどうしても背筋すると、これは詳しいことは言えないけどねあんまりだからそのフロント気味な状態で始めると、わけが分かんさあそれでは、第1位見てみましょう。昔は立場上行けなかったカラオケを最近ではコスプレ付きでやってるらしい行きますよカラオケ。カラオケ行きますか。カラオケ行きはるんすか。行きますよ。例えば何歌います。あのね懐かしいっていうか自分が育った頃の音楽が多いです。はいはいはい。佐藤秀樹さんとか沢田研二さんとか、育った頃の音楽多いです。サザンオールスターズとかでもちょっと、80年代の感じのものとか、コスプレというのはライブやったんですよ、その時 MC をしないで、ビデオを流したんだけど、僕のライブで一緒にやってくれたメンバーと一緒にこうカラオケボックスで歌ってるところを撮ろうっていう話になって、でも単純に撮ってもまあつまんねえなっていうことで、弦を弾いてる子にはこうミニスカート の, あのナースを着せたんで、僕はね、全身猿のやつ知らん。もう全部着たらもうここまで猿になる、あれでバラードとか歌って、そのギャップにまたね女の子がねメロッとくる。あの女の子はいなかったんですよ。わかったんですか。すいません、あの国分太一さん。ガックンコスプレは？ああしないね。カラオケ自体は結構行く方なの？あの引っ張られるでしょ。引っ張られる？行こうよ行こうよ。そうそうそう。ね、やっぱり持ち歌も1曲ぐらいないと、あの僕らやっぱりボーカルだから点数競い合っちゃうでしょ。それで、もうこれだったら絶対98点取れるっていう歌とかやっぱりあるわけで、あの。まあ、天空の城ラピュタとか。ラピュタ歌うんだ、ガックンが。あれだったら僕は98点取れる。このさ、メンバーでカラオケ行くのもいいよね。ねえ。ガックンのラピュタも行きたいよね。ねえ。まあ、ね。いろんなゲストの方と、あれなんですよ、どっか行こうとか、約束してるんですよ、いろいろ約束をしてて、行こうとか、まあ、カラオケにコスプレで行くと、みんなコスプレ着るんだ。コスプレなんだ。コスプレでね、お前ナース着ろよ。女性はいいって。似合いそうだね。でもね、川村さんも絶対似合いますよ。俺はね、あなんかね、もじもじくん系の方がいいね。ですか。ここ多分ね。さあ、ね、そして、この絵でまた、また新コーナーでございますが、どうもと最高写真館というものがあります。このゲストの方、今までたくさん、皆さんいろんな写真を撮ってるかと思いますが、ご自身の写真の中で自分が思うベストショットを見せてもらおうという。あ、なるほどね。初回なので、うちのメンバーにも持ってきてもらってます。なるほど。はい、楽しみ。わかりましょう。さあ、それではまずは、この人です。どうぞ。これです。川村さんから出ました。はい、免許証ですよね。これ撮った時に普通あの免許とかって、
もうちょっと顎上げてとかなんかこう、うるさく言われるじゃない、はいはいはい、で、こう、こういう顔とかしてても、笑わない、笑わない笑われますよね。で、この時はね、なんか、カメラさんですよねとかっていう感じで、はい、で、あの、嫌だったらもう一枚撮りますからって感じなんですよ。俺、何にもなかったちょっとしんちゃんだよまたなんか、みこしが合うな、うん、これあの、この後ろに映ってるみこしはこれ自分で作った前みこしなんだけど。マジっすか。そう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 、これ自分のベストショットというよりもみこしが好きだからっていうことだろ。いや、この表情見てくださいよ、この表情、官能的なおんちゃん。10年の前にやってたバンド、ジャクソン・ジョーカーってバンドやって、最初のレコーディングをロスでやって、いや、思い出に残っている、うん、思い出、僕はこういうのを求めてた、ね、みこしじゃなくて、えおおすっちー、これ何ですか、ホコリっぽかったんですか、ちょっとこれね、まああの、この頃はね、まだビジュアル系っていうこの言葉がなかったなくて、うん、実は僕もあのビジュアル系なんだぞと。これね、あの顔がどうとかじゃなくて、うん、僕的には思い出が結構あるのね。この髪の毛にしてね、ハゲたんだよね。わかるでしょ。どこまで真っ白になるまで脱色して、そうハゲちゃった。もうどんどんこれぐらい長かったのね。溶かしていくとね、どん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 短くなる。短くなっちゃったんだ。プチプチ。あのね、あれ伸びる。シャワー浴びた後とかね、ここにね、とろろ昆布が乗ってるんだよ。今日も気に合って乗ってくる。言わんかったらかっこいいのに。もうこれ見たらとろろ昆布にしか思ってない。終わるけど最後残るのがかっこいいよ。どうぞ。いやらしい。これ。あの無意味に三本立ってる指。そう。今日川村さんと僕たちがトークした、そして川村さんに抱いてそのまま歌にする。即興のコーナーです。友情だね。はい、友情の塊です。はい、しんちゃん最後行く？俺最後？じゃあ川村ライク、今日はちょっとロックンロール調で。1、2、1、2。今日はありがとう、カラオケに絶対行きましょうね、まだ続いてた、行きましょうね、yeah、俺はカラオケに行ったことがない、俺はカラオケには絶対行かない、だけどどうぞバンドで一回行こうぜ、カラオケ終わったらみんなで海に行こう、夜明けの海をみんなで、おいでサーファーガールを追いかけていただき、カムロさんあなたはやったらかっこいい、美形な男でこれからも生きてくれ、川村さんに惚れちまったぜ、ラララララララ、かっこいいな、ラララララララ、見つめないで、ラララララララ、やっぱりいいよ、ラララララララ、惚れたね、ラララララララ、しんちゃん大変だよ、大変だよ、いつもいい歌歌うりゅうちゃんに僕からのプレゼントで顔真似をし
ましょう。カメラカメラ。愛してるよ。全然緊張するようなあれじゃないじゃないですか。バッチリバッチリ。これが緊張する。嬉しい、すごく嬉しかった。でも俺ね、こういう即興すごい得意よ。あら、あっという間に曲書くタイプだから。ちょっとやってみようかな。今日ギター貸してもらっていいですか。ギター楽しませてくれたみんなありがとう。こんなもんでいいかな。すいません、なんかこんなとこ出てきちゃって。いやここまでやってくれる人は初めてです。初めてっていうかさ、うん、本人だったら俺のモノマネ似てねえのバレバレじゃん。この街は止まらない、たとえ君を強く抱きしめたって不器用だと思うだろう。優しさも裏返しで、こんなにもそばにいる君に戸惑っている一人の時は長すぎて、君のそばで見る君の夢はガラスの心に したけども、うん、なんでいいわけなんだ。元気ですか。元気。あ、それで。ちょっと確認して。ガックンがちょっとね、そう、バーがちょっと見てあげなきゃ。鍵閉め忘れたね。あ、そうなんだ。ちょっと早めに。でも本当にカラオケの話はちょっと、偶然飛び出た話ですし。行きたいよね。オンちゃん例えば何を言うと。僕はね、自分のためにはブルーハーツ、みんなのためにはピンクレディ。しんちゃんはもう演歌演歌で。演歌演歌で。うん、そうね。ガチ
ちょっと似てたよ今。出るけどな。似てる。すごく似てる。高橋さん、あの遊園地行ってきたんでしょ。遊園地？動物園だ。どうだろう。国が間違えた。動物園行ってよ。うん。何が感動した？フラミンゴ。どうも東京大はグランドスポンサーの提供でお送りしました。